にちは、香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは中級の16課48番目のビデオ、単語の171番からです。今日やる単語は進めるですね。何々を進める、他動詞ですね。それから何々を求める、これも他動詞です。そして被害者ですね。この3つ、被害者は名詞ですね。この3つをやっていきたいと思います。頑張っていきましょう。でこのビデオ初めて見てる人のためにちょっと説明させてください。 JLPT の N2 くらい の内容です。日常会話はできるけれど、ちょっと難しいものをやりたいような人とかね、大学だと多分日本語専門にしてて、だいたい2年目か3年目ぐらいの人が見るとちょうどいいんじゃないかなと思います。で、使っている教科書はみんなの日本語、ダイガーでヤップンユ、ダジャーダルーユ、みんなの日本語の台湾バージョンの中級の3です。日本語バージョンでは中級の2になっていますね。でも同じ中級の16課ですので、安心して勉強してください。今回やっているのは長文読解 で使う、新聞記事で使う単語です。だから少しだけフォーマルな感じかな、です。ではですね、まずは171番の進めるからやっていきましょう。何々を進めるで、今回はするの意味で使っていきます。で、何々を進めるのこう前の部分にこういう、計画、議論、授業などの言葉を入れて、それをすること、やるですね。中国語の人心、で日本語では信仰ですね。で人心しましょまの時の、何々をするの意味です。進行するとか促進するという言葉と置き換える、同じ意味で使われています。と計画を進めるというのは、計画を立てて、計画を立てて実際に計画を行うこと、計画をやっていくことを言います。それから議論を進めるですね。議論を進めるも、議論を始めて、話し合いですよね、ディスカッションね。話し合いをみんなでの相談、みんなで話すこと、を始めて、でそれをどんどん次のステップに行くことですね。議論を進めていきます。それから事業を進める、事業ってビジネスですね。会社のビジネスをやることですね、すること、またはビジネスを、多分ビジネスの場合だんだんこうイメージをこう大きくしていく感じかな。でビジネスをだんだん大きくしていきます。授業って言うとクラスね。私は今ちなみに授業、クラスを進めていますっていうのをこうステップバイステップね、一歩一歩次の授業をねやっていく感じですね。それから研究を進めるですね。研究をすること、また研究なんか、何かの研究を多分一番最初に研究のプランをして、それからいろんな実験をしたりとか、いろんなこうレポートを書いたりとかしてね、こうそれをこう次の過程に進めていくことですね。それから話を進めるですね。話を進めるね、例えばスピーチの話の時もありますが、例えばスピーチの話を進める、まず次にそれからで最後まとめみたいな、これ話を進めるとか、もう一個ね、他はね、何々の話、例えば結婚、ジェフンだ、結婚ね、マリエージね、結婚の話を進めるというと、例えばこうまず誰かにこうなんか写真とかプロファイルね、名前とかお仕事とか収入とかですかね、あとこうなんか子供が欲しいかどうかとか書いてありますね。あれをこうなんか交換したりして、でそれでお見合いっていうのかな、なんかこうアレンジドマリージね、あとお見合いの話を進めるっていうと、じゃあ今度一回会いましょうで、会ったら今度はデート行きましょう、デート何回かして、実際にこう多分結婚のイメージを膨らませてプロポーズしますとか、結婚の話を進めるとか、例えば就職がね、会社で働く、就職で、就職の話を進めるっていうと、なんか例えばまずは履歴書でね、 CV ね、履歴書を書いて送って、で多分試験受けたりとか面接したりとか、でそういうの話を進めるですね。次のことでこう次にこうステップバイステップ、一歩一歩次のステップに行く、話を進めると言います。で次です。これね、ちょっと気をつけてほしいです。特に香港とか台湾とか中国とか、その中国語を話す人はこれね、要求する、要求と同じ意味なんですけど、
なんか漢字っていうのかな、そうで、ニュアンスというか漢字が随分違うので、ちょっとここを気をつけて聞いてください。何々を求めるの、あの同じね、求めるとの同じ意味の言葉は、要望する、要請する、依頼するですね。このあたりがもう全く同じ意味になります。で、じゃあこの要求というのはどういうこと、これをね気をつけてほしいんですね。要求するというのはとてもとても強くだね、あなたは私に何々をくれなければなりません、あなたは何かをしなければなりません、絶対やるべきですと強く強く要求します。なので日本の人は例えば会社に要求するとか、もうなんかプロテストみたいな、プロテストみたいな、なんか例えば会社にね、給料を上げろとかね、休みを、もっと休みを出せみたいに、こうとても強く言うことを要求すると言います。ですから、もしお願いする感じだよね、会社にね、会社に、すいません、人事部、HR ね、HR に、人事部にね、すいません、私はもうちょっとお給料が欲しいです、どうぞ考えてください、よろしくお願いしますとか、来年からね、休暇休みをね、多くしていただけませんか、よろしくお願いいたしますとか、そういう感じのお願いするような時には要求は使うことができないんですね。その時には要望すると言います。要望って言うと、お願いする感じですね。で、要請というのはもっと大きくてとてもフォーマルなものに使います。例えば、何がいいですかね、例えばね、政府、例えば政府は、政府ガバメントね、政府は例えば自衛隊、自衛隊ってセルフディフェンスアーミーね、自衛隊に、例えば地震の時ね、地震があった時にここに書いてね、援助じゃないな、救助、助けに行くことで、ね、救助を要請しますとか、例えば私たち例えば大きい火事ね、小さい火じゃなくてこう大きい火事、火災ね、火災が起きた時に救急車、ね、救急車を、要請します、ね、すいません、日本の救急車何番、電話番号何番ですか、そうそう、999じゃないです、そうそう、199ですね、そうそう、119、119です。もう私日本人じゃないよね、それを忘れて、119、119番になります、ね、なので皆さん何かあったら、あと警察を呼ぶときは110番、110ですね。で、警察を要請するとか、救急車を要請します、ね、で、依頼っていうと、なんか例えば仕事を頼んだりしますね。なんか誰かに、例えば私だとフリーランスの教師なので、例えば香港にある日系企業、日本の会社から日本語の授業を依頼されます。まさみ先生、授業やってくださいですね。今日もね、今日結構嬉しかったですね。ずっと昔教えてた医者の生徒さんから、自分の娘たちに授業してくださいっていうね、こう依頼が来たんですね。すっごい嬉しいですね。そうに、えって、お父さんにも教えてて、今度は娘さんにも教えて、2代、ちなみにお母さんにも教えてたから、お父さんお母さんのね、まだ若い夫婦なんですけど、その子供に2代目も教えるっていうのは結構嬉しいですね。ではですね、続きいきましょう。求めるの前で目的語、何を入れたら何ていうか使えるかというと、その求めるがとてもフォーマルな、ジャンシューね、求めるがとてもフォーマルな単語なので、求めるものも結構フォーマルになります。賠償を求めるね、ペイチャンでね、賠償、コンペンセーションですね。例えば交通事故とか、なんか何か事故があった時とかに、相手にね、ちょっとお金払ってくださいね、と賠償を求めます。相手にでね、誰かに何々を求める、人に何を求めるか、ね、あとね、援助を求める。例えば、仕事がなくなって貯金もないので、お金がなくて大変ですから、両親とか兄弟に援助、助けてください、ね、援助を求めます。それから、対人を求めるですね。例えば、なんか政治家、ジャンジージャーポリティシャンね、政治家に対人ってね、やめてくださいです。あなたはその政治家ね、あなた悪い政治家だからダメ
で、で、ね、対人を求めるとか、あとはね、社長とか会社の偉い人たちね、社長とか副社長とかに、社長に対人を求めます。例えば会社で大問題があったから、最近ね、日本の自動車の会社で問題ありましたよね。あの自動車の会社の社長に退陣を求める。あなたは社長を辞めてください、あなたは部長を辞めてくださいって退陣を求めます。それから協力を求めるですね。協力してください。今回の新聞記事ではこれが出てきます。協力を求めます。すいません、あの手伝ってくださらないですね。でね、援助というとお金とか食料とかになります。でね、協力というとなんか多分普通に手伝うですね、仕事を一緒にやってあげるとかね、協力、手伝うこと。ただこれちょっと皆さんメモしてくださいね。あの求めるというのは日常会話では基本的にね、あのだって生活の会話では求めるは使いません。じゃあどういうかというと、これ使います。言いますと頼みます。この2つがよくあの使われるもの。特に求めると同じは頼むだよね。頼みます、依頼の来でね、頼みます。こんな感じね。私は娘に、私お母さん、ね、私お、まあ、お父さんかお母さん、私は自分の娘でね、ドーターね、you are ね、私は娘に早く帰るように言いました。これって我告诉ね、我告诉我的女儿ね、 I told my daughter to come home earlier ね。それから私は娘に早く帰る、頼んだだとおかしいね、ちょっとお母さんとかがお願いします、早く帰ってくる、ちょっと変ですけど、例えば私は、うん、例えば私は生徒にあの宿題を出すときね、なんかあの to print out、 あのプリントアウトしてあの宿題を出すようにあの頼みました。でこれはペンでこうやってつけられるからですね。次です、173番、被害者ですね。で被害者と同じ意味の言葉、例えば犠牲者、被災者、死亡者などですかね。被害っていうとこの害、なんかまあ悪いこととか良くないこと、残念なこと、そうですね、悲しいことなどを受けた人ですよね。うん、なんか基本的にそのマイナスのこと、マイナスのことをこう受けた人です。で例えば犠牲者というとあの自然災害、自然災害よね、ナチュラルディザスターとか犠牲者とか、あとは戦争ね、ジャンジャンだよね、ウォーとかね、戦争の犠牲者とかですね。そして被災者というとこれはまあディザスターズオンリーだよね。うん、そうね、地震、洪水、あ、ここに書いてあるね。地震や洪水の被害者ですね。それから死亡者というと、例えば事故、交通事故とかね。うん、あとは火事とか、まあもちろん地震や洪水で死んだ人だよね。亡くなった人、ね、死んでしまった人ね、死亡者と言いますよね。で、それじゃあ、被害者の、あ、ちなみに被害者、犠牲、被災、死亡の他にも、今回はその、なんかね、事件があって、サマのアクセルの犯罪事件ね、犯罪、犯罪だね、なんかコミティ、クライムね、クライム、あのビクティムね、これ被害者ですね。じゃあ反対はですね、悪いことをした人は加害者と言いますよね、加害者、その何か悪いことをした人ね。でそうだね、あと被害者と一緒に使う動詞、例えば被害者を助けますとか、あと被害者は未だ行方不明だ、これは多分地震とか洪水とかだね。あのこの被害者の人たちが未だというのは今でもまだですね。であの行方不明だ、でのどこにいるか分かりませんですね、という感じの、うん、言葉です。いかがだったでしょう。うん、今日のちょっと私ね、あのビデオを一気にあの4本撮ってるのでこれ4本目ですね。ちょっと声も枯れてきて疲れてきました。今まだ14分ですが、まあ、大体ターゲットの時間これぐらいなので今日ここまでにしましょう。でちなみにですね、次の単語はと次は173なので、74からなの で、 そうです、ね、有料無料、有料の有料、有料サイト、受け取る、
請求金額指定するこのあたりですね。で、あさってはだいたいね、あさってだいたい振り込む、騙す、賢明な何者とか、このあたりをやりたいと思います。さっき見せなかったんですけど、多分もう毎日見てくれてる人はね、もう見飽きたと思うんです。今回ね、この16課のこのね、なんか新聞記事を読みたいんだよね。で、新聞記事を読むためのこの緑のところが新しい単語なんですけど、こう新聞記事なので、ニュースペーパーアーティクルね。なので、結構フォーマルな単語が多いですね。だからこの、大体1週間ぐらいの単語は全体的に、まあ、全部でね、とてもフォーマルだと思って覚えていってください。なんか会社とか大学の授業とかね、レポートを書くときとかプレゼンするときとか使うといいと思います。で、フォーマルな単語を覚えるときに大事なのは、フォーマルな単語を覚えたらそれが日常会話でね、生活の会話ではどのように言い換えることができるか、同じ意味の単語を書いて、こっちがフォーマル、こっちがカジュアルってちゃんとインプットしておいてくださいね。そこだけ気をつけてください。じゃあ今日ここまでにしましょう。お疲れ様でした。見てくれて嬉しかったです。どうもありがとうね。高評価、ライク、下からコメント、あとサブスクライブしてください。いっぱいお願いしちゃったよろしくお願いします。じゃあまた明日ね。見てくれてありがとうございます。バイバイ、頑張ってね。